大井正久11月22日から1980年8月17日は日本の宗教家、宗教法人発行、まさ会の開祖、祈りによる世界平和運動を提唱した。東京の浅草に8人兄弟の4、男として生まれる。7歳で関東大震災に遭い、家が焼けたため、一時、父の距離新潟県に移り住み、近くの寺で、 お経を聞いたり、座禅を組む経験をした。高等小学校1年を終え13歳で、日本橋の小さな織物問屋の店員となった。数年後、その店を辞め、個人で五一商店を開業、音楽家を目指し、苦学して音楽の勉強を始めた。また試作にも励み、高村光太郎や竹内照世にも教えを受けた。1940年、 日立製作所の亀有工場に入社。文化活動の中心者として、学徒動員された青少年の心を癒やそうと努めた。大戦終了後、日本のため、人類のために、自分の命を捧げたいとの思いが湧き、宗教心が芽生える。岡田も基地の冷戦療法に興味を持ち、岡田の弟子に講習を受け病人の治療を開始する。また、成長の家の谷口正春の教えに感銘を、 受け出しになる。成長の家の講師として活動を開始するが、後には成長の家から離れることになる。1949年、厳しい修行の後、空の境地を体得したとする。1950年7月、結婚。1955年2月、千葉県市川市に宗教法人、五位先生産業会を設立。後に、発行正弘会と会唱。 当初の活動は人生指導や病気治療を主とした活動であったが、その根底にある思想は人々の心が平和になることによる大調和世界の実現であったとする。1980年8月死去。その活動は発甲正広会二代目会長西恩寺正美に受け継がれた。人間は本来神の分霊であって合成ではない。人間は 守護霊、守護神によって常に守られている。この世の中のいかなる苦悩も現れれば必ず消えてゆく。苦悩は消え去ってゆくのであるという強い信念と今から良くなるのであるという前例を起こし、どんな困難の中にあっても自分を愛し人を愛し、自分を許し人を許す愛と信と許しの原稿を成し続けなさい。自分を守っている守護霊。 守護神への感謝の心を常に思い、世界平和の祈りを祈り続けなさい。これを実行していると、個人も人類も、魔の救われを体得できる。五位の宗教は、別名、守護霊守護神教とも呼ばれるくらい、守護霊、守護神の重要性を強調している。守護神とは、神の救済面、愛の働きの御恩恵で、人類救済の任を帯びた偉大な巧妙体である。 守護霊は守護神によって救済され、個人守護の任を与えられた先祖の悟った例である。守護霊には個人の主運を導く聖守護霊と仕事の面で補佐する副守護霊がある。人間が安心立命の心境に到達する第一歩は自分の背後で見守っている守護霊、守護神の存在を認め、その守護に感謝することであると語彙は解いている。合気道階層。 上島森平とは簡単相手らす仲だった。5位は上島を神の化身と称え、上島は5位を祈りのご本尊と敬回った。また、東洋学者の安岡正夫も5位を敬愛した。くれない漫字会とも交流があり、風知によって明治治という道名をもらった。会員であった琉球王家の千を引く小越子は、病気をきっかけに5位の幼女となり、 正美と解明し、西園寺博夫と結婚、ゴイの死後、八甲正宏会会長を継承した。ゴイ正宏は、個人の救済のみならず、世界平和の樹立を希求していた。ゴイの理念は現在では、八甲正宏会のほか、世界人類が平和でありますようにという祈り言葉を、中心とした平和運動団体、メイピースプリベールオンアースインターナショナル。 非宗教の立場で平和への人類の英知を結集することを目的とする五位平和財団という三つの団体に受け継がれている。ピースポールピースポールピースポールとは世界人類が平和でありますようにという言葉が書かれたポール。英語のメイピースプリベールオニアースをはじめとして世界各国語にも翻訳されている。平和のシンボルとして日本各地、世界各国の神社、 お寺、教会、モスク、公園等、さらに国連本部、世界銀行、アラブ連盟本部などの国際機関にも、混流されている。文化侵略という批判を受けたこともある。日本人総和兵柱学者飛行ビュー、文化侵略、東森新聞法、2007年5月13日、ありがとうございます。